子の皆さん、こんばんは。今日もおいしいご飯を食べて元気100倍ドレミファ音符姫がショパンのワルツオーパス69の2を弾いてみます。いたずら音符姫にかわいい音符姫、賢い音符姫、いろんな愉快な音符たちがたくさん、いつも面白いことを先生に話してくれます。今日もショパンのワルツオーパス69の2を弾いてみます。ミュージック